記念撮影高校の頃深夜に友達のお兄ちゃんの運転の車で心霊スポットで有名な某トンネルに行った山中の青看板でわざわざ立ち入り禁止になってる方向に行くとあって私たちはその情報しか知らず道中普通にトンネルがあったんだけど全然。 まがまがしくなかった。綺麗なトンネルだったから、このトンネルじゃないよな、とか言いながら、普通に目的のトンネルを通り過ぎていた。ちなみにこれは、後日わかったこと。当然ながら、走っても走っても、トンネルが出てこないもんだから、トンネル探しは諦めて、 車から降りて散策しようってことになって山道を歩くことにしたそれで結局何もなくて車へ戻る帰り道ふと端に止まっていた廃車に懐中電灯を当てたら中に人がいて目が合った思わずギャーって叫ぶ私 ビビってどうしたのか聞いてくる周りの人。事情を説明すると、運転手の友達のお兄さんが、俺が見てくるって、懐中電灯を片手に車に近づいた。そしたらそれは、多分誰かのいたずらだったのか、ただのマネキンだった。丁寧に、 車の後ろのガラスの正面向いて持たれるように置かれていた。それが照らした私と目があったっていうオチだった。一度ほっとしつつ友達がカメラ持ってきていたことに気づいてこれ事情知らない人が見たら心霊写真になるんじゃないか。と、 皆で廃車をバックにマネキンも映るように記念撮影することに。そして廃車の前に皆で立って写真を撮った。後日、現像した写真ができたので皆で見ていた時に嫌なことに気づいてしまった。 あの時撮った写真のマネキンが私たちと同じ方向を向いていた <noise> いない。 私は受会で一生忘れられない不思議な体験をしました。それは何年も前の夏。まだ私が短大生だった頃。同じ短大に通う友達4人で受会に行った時の話です。突然友達が受会に肝試しに行こうと言い出し、 私と他のみんなは面白そうだったので軽い気持ちで OK をしそれで私たち4人は車に乗って受会に行くことになりましたそう4人で受会に着いた頃辺りはすっかり暗くなっていて受会に入るのをためらったけどせっかく来たんで私たちは 車を道端に止めて、持ってきた懐中電灯を手に持ち、樹海の中へと入ることにしました。そして、入ってみてびっくりしました。森の中が思った以上にゴツゴツしていて、なかなか前へ進めなかったんです。40メーターくらい進んだところでギブアップ。 友達も戻ろうと言い出し、みんなで戻ろうかと話をしたとき、突然どこからともなくお坊さんのお経を読む声が聞こえてきたんです。なんだか怖くなった私たちは急いで来た道を戻ろうとしたとき、今度は岩陰で首をつってる女の人を発見してしまい、 もうみんなパニック状態になって無我夢中で道路に走って出ました。やっとの思いで道路に着いた私たちはすぐに警察に電話しました。それから警察を待つことになったんですが一人いないことに気づいたんです。 受会に行こう、と言い出したエムがいないんです。エムまだ受会の中に。そう思った私たちは怖くて中に入れなかったので、大きな声でエムの名前を叫んだんですが、エムからの返事はありませんでした。 音が聞こえた場所から道路はかすかに見えたので、迷ったとは考えられず、怪我でもしたのかななどと考えてるうちに警察の人が来てくれました。事情を話して、とりあえず私たちが入ったルートを警察の人と行くことにしました。 女の人の死体は見つかったんですが、エムコが見つかりません。それから、警察の人がたくさん来てくれて、エムコを一緒に探してくれました。しばらくすると、警察官の人が、私に妙なことを質問してきました。 あれ今行方不明なのは F 元 M 子さんだよねそう質問された私は、そうです。と返事をしたら、ある免許証を見せられました。それは、紛れもない M 子のでした。 えむこ、よかった、見つかった。そう私が思った瞬間、警察官が信じられないことを口にしました。この免許証、君たちが見つけた、首をつった女性のものなんだよね。嘘。 私は信じられなかったので亡くなった女の人を友達と一緒に見てみることにそしたら M 子でした私たちは呆然となりしばし無言の時が流れました私たちは警察の人に M 子は同じ短大の生徒だ と言ったのですが、信じてもらえず、結局、虚言として片付けられ、その上説教までされて、家に帰らされました。地元に着いた私たちは、早速、学校で撮った写真を見てみることにしました。そしたら、どの写真にも、エムコの姿はありませんでした。 嘘だ。だって、いつも一緒にいたじゃん。ですが、手帳を見てもダメで、他の友達に聞いても、誰も、エム子を知る者はいませんでした。じゃあ、あの記憶は何なの私たち三人はもう、 ただ、途方に暮れるしかありませんでした。しかし、どうしても納得いかなかった私たちは、それから一ヶ月後、免許証に記載してあったエムの実家に行くことを決意しました。エムの家に着いた私たちは、早々にエムの家のチャイムを鳴らしました。 すると、エム子の母親が出てきて、今までの事情を話し、家の中へと入れてもらうことになりました。もう、エム子のお葬式は済ませてあり、灰になったエム子がそこにいました。それで、母親と話してるうちに、意外な事実がわかって、私たちは驚きました。 幼い頃から幼稚園の先生になりたかった M 子は幼稚園の教諭資格が取れる私たちが今通ってる短大にその年の春から入学が決定していたらしいんですが家庭の事情で入学を断念せざるを得なくなって仕方なく働くことになった M 子は不幸にも会社では上司にいじめられ長年付き合っていた彼氏に 突然の別れを突きつけられ、夢と心の支えを失って、エムはひどく落ち込み、自ら命を絶ってしまったそうです。それを聞いた私たちは、ひょっとしたら友達になっていたかもしれないエムの位牌を前に、私たちは悲しくなって、 涙が止まりませんでした。幼稚園の先生になりたいというエム子の思いが私たちを樹海へと連れてきたのでしょうか。私たちはそう思いながら家路へと向かいました。 後悔事業に失敗し、負債を抱えてしまった。決して、返せない額ではなかったが、すっかり気力をなくし、死に場所を求めて、富士の樹海をさまよっていた。何時間も歩き続けて、いつの間にか夜になっていた。 ふと、人の声が聞こえた。周りを見ると、ぼんやりとした人影たちが、そこかしこにいた。不思議と、怖いとは思わなかった。ただ漠然と、こんなにいるのか、とは思った。相変わらず周りからは、 ぼそぼそと声が聞こえる。最初は何を言ってるのかわからなかったが、徐々にはっきりと聞こえるようになった。やめておけ。引き返した方がいい。何もこんなところで死ぬことはない。すると、 足元に違和感を感じた。見てみると、腐敗した死体を踏んでいた。すると、死体の頭がこちらの方を振り向いた。わかるでしょう。ここは、人の死ぬ場所じゃない。死んだところで、どこにも行けない。 ずっとここから出られない。正直、後悔しているわ。もはや、性別すらわからなくなった死体は、女性の声でそう言った。その後のことは、よく覚えていない。気がついたら、 受海の外にいた。あれが現実だったのかはわからない。ただあの後、もう一度やり直すことができた。そう言って父は私の頭を撫でてくれました。 コンビニバイト昔心霊スポットから近いコンビニでバイトをしていた時の話「肝試し帰りのやつらって夜なのにテンション高くていたずらした後の子供みたいな表情してるから結構分かりやすくてちょっとからかうのが好きだった」 意味深な感じで、もしかして、あそこ行ってきました。とか聞くと、喜び半分、驚き半分みたいな感じで、え、なんでわかったんですかとか言われたりする。あとは、それじゃあ、人数分お入れしますね。とか言って、 客の人数より一つ多く割り箸やおしぼり入れたりするとなかなか反応してくれて面白かった。それである時、肝試し帰りとおぼしき4人組にいつものようにおしぼりと割り箸を5人分入れたら客からすみません、こんないらないですって2人分返された。 えと思って店内を見ると三人しかいない。ああ、すみません。と、軽く謝って会計を終わらせると客は車に乗って帰っていった。後ろ姿を顔見していたけど確かに車には三人しか乗っていなかった。 連れてくるのはいいけどちゃんと連れて帰ってほしいと思った血のつく雨。 友人の Y から聞いた話である N 町の駅に聞きなじみのない心霊スポットがあると噂さされていた山間部の谷間に沿って開けた町を大きく縦断するように通るその駅の路線は町民にとても重宝されていたもうすっかり車社会となってしまった現在でも まだ免許の取れない学生をはじめ足腰を悪くしてしまった高齢者など地域の人々にとても親しまれているこの N 町はその地域内のおよそ9割を貴重な山林に囲まれており産業こそ盛んだが所詮は田舎である九段の駅も 改札や駅員などは申し訳程度に配置されているだけでほぼ無人駅といっても遜色ないその小さな駅で火の事故があったというのだそれは後にそこで亡くなった人の幽霊が出るという階段へと発展したしかしそれも遠い昔の話なので 真偽は定かではないが今でもまことしやかにささやかれるこの町の怪談話の一つだった電車に揺られることを1時間目的の駅に到着した前日より強い雨の降りしきる夏の日に私はワイにそそのかされてその駅へと赴くことになったのだった わざわざこんなおあつらい向きの日を選ぶなんて、とも思ったが、Y 曰く雨の日じゃないと出現しない幽霊が出る、とのことだった。雨の日に出る幽霊はおつなものだ、とは Y の段だが、水教とはまさにこのことなのだろうと思う。私も同じ地域出身ではあるが、 その町とは少し離れているのであまり馴染みがなかった。とはいえやはり自分の住んでる町と同じくらいのどかな場所だった。合計二面三線のホームの地上駅で降りる位置からすぐ古線橋に登ることができ改札への道は都会ほど険しくも迷路でもない。 私はワイと共にバケツをひっくり返したような豪雨の中でホームへ降り立ち何度か周りを見渡した後一旦改札を出ようということになったいくら水凶な物見さ山だとしてもさすがにもう少し雨が弱まるのを待った方がいいというのが第一、第二にこのままずっと 改札を出ないのはいけないからである田舎町ではあるがそれでも駅前は多少のにぎわいを保っており何店舗かあるお土産屋さんなどの隣にある喫茶店にとりあえず入ることにしたその駅で亡くなったのは当時まだ中学生だった14歳の学生だという が何せ本当に古い話で地元でも知ってる人などほとんどいないというのでまるで都市伝説のような話であるらしく実際に似たような事件があったのかすらも疑わしいという何でも雨の日にホームで路線を見下ろしている姿が見えるらしいよその見える姿が 学生服のようう。だ、というつまりそれが要因となって戦術の話が出来上がったという可能性もなくはない卵が先か鶏が先かの話だしかし例えば霊感のあるものであればその姿を目撃することは珍しいことではないらしく。 Y をはじめ地元の若い連中の間では見たというものも多いという。だがそれも誰々の友達がだとか、先輩の誰々がだとか、さらにその彼女だか彼氏だかが、というフレンドオブフレンドの領域を出ないのだが、 しばし関係ない話も交え、ワイとの談笑が続き、話の合間にふと窓の外に目をやると、雨足は多少弱くなってきていた。そろそろいいだろうということで、Y と共に再び改札を抜け、ホームへと向かった。先ほどとは違って、 視界は多少明瞭になりまた電車は1時間に1回しか来ないため散策の時間はあった Y と2人でそう長くはないホームを歩き始めたがそれはすぐに見つかったホームには緩い Y 字型にできた屋根があるのだが風に吹かれる雨のせいで 床はすべて濡れている。はずなのだが、ある一箇所だけ全く濡れていない部分があるのを発見したのだ。それは道にあるマンホールよりは小ぶりな円形で、人一人分が建てる領域くらいだと思った。数メートル離れた位置から見つけたので、もう少し近くで見たい気持ちもあったが、 なぜかその場所は妙に近寄りがたい雰囲気を醸し出していたそれは Y も同じようで2人して立ち尽くしてしまった私に霊感と呼ばれるものはないのだがそれでもその一か所に学生服を着た誰かが佇たずんでるのであろうことは容易に想像ができた。 なぜかはわからないが気づけば私の頬には涙が伝っていた同時にきっと彼は自殺してしまったのだと直感した隣の Y に顔を覗かれて恥ずかしく思い雨だとごまかしたが Y も泣いていたように見えた 数分後、訪れた帰りの電車に乗り込んで、発車するまでの間に、私は車窓からその箇所を見ていた。電車が走り出し、景色が動いていく中で、その箇所を通り過ぎようとした時、ほんの一瞬だけ、うつむいて佇む人影が見えた。その顔は、 どこか悲しく物憂げで多分涙を流していたと思う到着先や乗り換えの案内のアナウンスが響く車内で Y がだから雨の日しか出ないのかなと呟いたのが印象的だった 窓へ目線を戻すと、外は再び雨足が強くなってきており、それから降りるまでの間、死のつく雨が車窓をずっと叩いていた。 復讐その横断歩道は歩行者が少ないから普段は車道の信号は点滅しているそれでボタンを押して待っていたら車道の信号が赤になって横断歩道の信号が青になるだけどその点滅信号って めったに赤になることなんてないから点滅に慣れた車がよく事故を起こしていたそれでそのひき逃げ事件も起こったらしいお母さんとその子供は即死だったとか暗くなったばかりの頃にものすごいスピードで引かれたらしくてお母さんは頭が割れて 脳みそが飛び散り頭ぐちゃぐちゃ何でも顎から上が取れていたらしい3歳くらいの子供も車の下に入り込んでしまって後輪に頭を踏まれて潰れた状態だったそう後で事故現場行ったら横断歩道の白いところに 血の跡がすごい残ってたその後親子を引いた車が見つかったんだけど盗難車で結局犯人は見つからなかったそれが七八年前の話俺が高校生の頃その後俺は 他県の大学に入った卒業してからまた実家に戻って地元に就職ちょうどその頃当時だと五六年前かそのひき逃げの犯人が捕まったって聞いたどうして犯人がわかったのかわからないけど 犯人は俺の四つくらい上の男でめっちゃ近所のチンピラだったそういえば見たことあるかもしれないってくらいのひき逃げがあった信号はその頃はもう押しボタン式ではなくちゃんと普通に変わるようにされていたまあ広い直線の道だし 交差点ではないとは言えど、最初からこうするべきだろう、うって感じだったんだけど。それで、母親に話を聞いたら、もう、〇〇さん、結婚して子供もいるのに、奥さんとお子さんがかわいそうだね。って言っていた。ちなみに〇〇さんとは、 その犯人のことその後その奥さんと子供も何度か見かけたすごい綺麗な奥さんで普通にいいなって思った覚えがある地元に帰ってから半年くらい経ってようやく仕事も慣れたってくらいの時また 例の横断歩道で事故があった。その横断歩道は職場からまあまあ近くて、事故が起こったのはすぐ耳に入ってきた。野獣馬に行きたかったけど、仕事ほっぽり出していくにはちょっと距離があった。だから遠くからパトカーや救急車の赤いランプだけを見ていた。 会社の上司が、信号が押しボタン式をやめてからは珍しいな、って言っていて、昔のひき逃げ事件を思い出した。家に帰ると、いきなり母親が、今日事故あったの知ってるって聞いてきた。ああ、あの例の横断歩道だろ 会社からパトカーとか見たよ。って言ったら、引かれたの、その〇〇さんの奥さんとお子さんなんだよ。って。その時は、ちょっとゾーッとした。死んだのって聞いたら、母親は、 黙ってうなずいた母親も子供もどちらも死んでしまったらしいそしてやっぱり引き逃げ「もしかしたら犯人は昔引き逃げされた親子の親父なんじゃないの?」とか言ってた。 ぞっとした反面不謹慎だけど明日会社で話そうとかくらいにしか思ってなかった案の定次の日は俺が話す前からその話で持ちきりだったその時昔引き殺された親子の親父はその後引っ越してしまったと聞いた 仕事から帰ると、親父が仕事先から家に電話してきた。何でも、親父の知り合いが昨日の事故の犯人だった。ということがわかったらしい。付き合いのあった人なので、ちょっと仲間内で集まって、警察に行ってみるから遅くなる。という内容の電話だった。 俺もお袋も夜遅くまで起きていた。やっぱり話が聞きたくて。親父が帰ってきてから話を聞いて、俺は心底ゾーッとした。警察では面会もさせてもらえず、警察も何も話してくれなかったらしいが、 今回のひき逃げ犯と仲のいい人が、その犯人が出頭する前に聞いた話では、犯人はその日、友人と夕食を食べて帰宅途中だったらしい。車の運転中に軽いめまいを覚えたが、大丈夫だろうと車を走らせていた。が、目を覚ますと自分の部屋で、 仕事着姿のまま寝ていたらしい時計を見たら仕事が始まっている時間だった慌てて身支度して車に乗ろうと外に出るといつもバックで駐車するのにその日は前から突っ込んで駐車していたそしてフロントを見て驚いた 割れたフロントガラス、へこんだボンネット、その上、血しぶきと肉片が至るところに付着していた。慌てたその人は必死で前日のことを思い出そうとし、友人に電話し、考えた末、警察に出頭した。ということ。 鑑識の結果まるの妻と子供を引いたのはその人の車に間違いないという結果になり緊急逮捕されたそうだそこまで話した後、親父は警官から聞いた話をしてくれたまるの妻と子供の遺体の状況の話 母親は頭が割れ顎から上が取れて離れたところに吹っ飛んでいたらしいそして子供は車の下に入り込んでタイヤで頭を踏まれ潰れていた5年前の事件と全く同じそれを聞いて 我が家は死因となったすげえゾッとしたその後事件の経過をまた親父がその人に聞いてきた何でもハンドルにも血痕が付着しておりその血が誰のものか分からず困っているということだった。 その血痕はちょうど血まみれの手でハンドルを握ったような形になっていたそうだその後横断歩道で幽霊を見たという話や前回のひき逃げ犯の男が精神に異常をきたして病院にいるなどいろいろと噂を聞いたがそれらは本当かどうかはわからない。 ただ、近所で、綺麗な奥さんと、その子供を見ることはなくなった。本当にあの人たちが、そんな悲惨な死に方をしたのだ、と思うと、とても怖い。昔、悲惨な殺され方をした親子が、復讐をしたんだろうか。 今でも職場に通うのに、その小田歩道を車で横切るが、いつも思う。もういいだろう。復讐終わっただろう。だから、俺の車は使わないでくれ。 噂のトンネルもう10年以上前の話になるんだけどちょうど正月休みで県外に出ていた友人たちが集まって新年会やら同窓会やらをやっていた時期の話どこの地域にでも心霊スポットってのは いくつかあると思うんだけど、地元長崎では一番メジャーだった幽霊屋敷が取り壊されてから、これといってガチってところがなかったんだ。まあ正確にはデマだとわかってたりして、本当にやばい場所を他に知らなかった。で、久しぶりに同級生が集まった時にドライブに行くことになって、 三人で出かけたんだ。うちの、白石、俺のメンバーで盛り上がってた。目的地も決めずに、だらだらと深夜のドライブをしてるうちに、言われは知らないけど出るらしいって噂のトンネルの近くまで来たんだ。お互いにいい大人だし、 今さら心霊スポットなんて、とは思ったんだけど、どうせだから行ってみる、みたいな流れになってさ。まあ実際に今までそのトンネルを何度も通って何もなかったから、みんな話のネタにって感じのノリだったと思う。運転をしていたのはうちので、 最初はどこか邪魔にならない場所に車を止めてみんなでトンネル内を歩くつもりだったんだけど思いのほかトンネルまでの道路が狭くて駐車スペースがなかったことを理由にうちのは車をトンネル先に止めて二人が歩いて出てくるのを待っていることになった万が一他の車両が来たら 一旦離れて迎えに来るみたいな感じ。まあ寒かったのもあって、降りたくなかっただけかもしれないけど。トンネルの入り口で、俺と白石が降り、うちのはトンネルに入っていった。ふざけて、ファファーンと、トンネル内でクラクションを鳴らし、 出口を抜けたところでハザードランプがついたところまでは見えた。だけどすぐにそのハザードは消えてテールランプも見えなくなった。正直その時は雰囲気を出すためにわざと消したんだろうとしか思っていなかったんだけど。 バスが一台通るのがやっとぐらいの道幅のトンネルで、入り口からは出口が見える長さ。対向車が来ればトンネルに入らずに待たなきゃならない。確かに不気味ではあったけど、何事もなく二人でトンネルを通過した。ところが出口に内野がいない。 対向車が来たわけでもないし、出口を見ながら歩いていたから、発信したなら気づいたはずなんだけど。夜中だと、他の車も通らないような場所で、置き去りにされても別の意味でシャレになんないので、白石が内野に電話した。出てきたけど、どこにいるの は俺動いてないけど、出たとこに止まってるし。嘘。だって私たち、今トンネル抜けたよ。言ってる意味わかんない。誰も来てないし。それ、な、え、う、ん。もしもし、もしもし。来た。 結局そのまま電話は切れ、それからかけ直しても県外のアナウンスが流れるだけ。俺の携帯は内野の,の車の中だったし、このまま待っても拉致が開かないので、歩いて大通りまで出てタクシーを呼ぶことになった。結構田舎だったから待たされた上にかなりの出費だった。 結局、うちのは、それっきり、行方不明。不思議なことに、俺の携帯だけが、県外にならずに、呼び出し音が鳴るので、何度か電話してたんだけど、翌日の朝に、散歩中の人が、そのトンネルの入り口付近で、拾って、届けてくれたらしく、ほぼ、無傷で戻ってきた。 出口付近にうちのは車を止めていたのに、なんで入り口付近で見つかったのか。それもまた不思議だし、俺が白石の電話を借りて何度も呼び出ししてる合間に、うちのからの着信も何度か混じっていた。一軒だけ留守電も入っていたんだけど、なあ、いつになったら出てくるんだよ。 だけで、あとはノイズが多くて聞き取れない状態だった。未だにうちのは見つからないし、この時期になると思い出して、何度もやるせない気持ちになる。あれから何度か同じトンネルを通ったけど、何もおかしなことはなかったし、携帯が 県外になるような場所でもなかったレントゲン。 友達 H の実体験の話 H とその友達が肝試しである肺病院に行ったそうです普通に行って帰ってきたんじゃそこら辺のやつと一緒じゃないかってことで二人ペアになって病院の中を探索し何か証拠になるようなものを持って帰ってくるという ルールを作って入ったらしいです。ですが、怖い体験も特に誰もせず、幽霊の話よりも戦利品の見せ合いで夢中になっていたそうです。注射器を持ってきた人、医療品の入っていた袋、といろいろ病院っぽいものをみんな持って帰ってきたそうです。 H はというとデスクの上に置いてあった誰かのレントゲン写真を持って帰ってきたそうです。H の戦利品が一番リアルだって話になって誰かを怖がらせようぜって話になったらしいです。ターゲットはその日たまたまバイトで一緒に来なかった N くん。 普段から H はその人のアパートに毎日のように出入りしていたので、H が実行人として N 君宅に翌日出向きました。N 君がラーメンを作ってくれてる間、持ってきたレントゲン写真をこっそり N 君の机の引き出しに入れたそうです。 その後、怪しまれないよう他の肝試しに行ったメンツも偶然を装い N 君の家に集まってきました「いつこいつがびっくりするのか見てやろう」って感じで N 君のアパートで「いつものように」を装ってワイワイやっていたそうですそうすると すっかり盛り上がってしまい、誰しもがレンドゲンのことを忘れていたそうです。そうこうするうちに、N 君の携帯にメッセージが入ってきました。メールは、高校の時の同級生の女の子で、今から合コンしないか、とのお誘いでした。 やろうばっかりで、むさ苦しいのもアレなんで、テンション任せに全員で、速攻合コンに出向いたそうです。そして、カラオケボックスで合コン開始。割と可愛いい子たちと、仲の良い同級生の女の子に出会い、一行は酒を浴びるように飲んだそうです。 みんなで盛り上がっていってふとソファーの横を見ると誰のかわからないけど大荷物があったそうですまあいいやと気にも留めずに盛り上がり続け合コンは終了 H は家に帰るのがだるかったのでそこから近かった N 君宅に泊めてもらうことに それで、女の子たちの番号をゲットして、さあ帰宅。ってなったとき、一人の女の子が近づいてきました。ごめん、私今さ、家出してて行くとこないんだけど、しばらく止めてくれないって。N ヌ君は、 仲良くなったばっかで、そっちが別に、俺たちに対して不安とかないなら、こっちは全然構わないけど、と、心よく承知。ソファーにあった大荷物は、その子のものだったようです。三人で、N 君の家に着いて、お酒と疲労のせいで、三人はこたつで、一気に爆睡。 次の日、三人が目を覚まして、そういえば、A ちゃんの携帯聞いてないね。なんて言いながら、三人でメアド交換。H は、メモリを全部、フルネームで入れるやつだから、A ちゃんのフルネームを登録した後、なんか、聞いたことある名前だな。あ、そういや、新人のグラビアに、 そういう名前あったようなと思っていたそうですその後、また N 君の携帯に合コンの誘いが「今夜も3人で行こうか」ってなったんだけど「A ちゃんは気分が優れないから」と断ったそう N 君と H の二人は A ちゃんに何かあったら連絡してつって合コンに行ったらしいですそれで二人がまた深夜に帰宅すると A ちゃんは当然ぐっすりと眠っていたそれで二人もまた昨日同様爆睡 次の日、N 君はバイトでした。H は家に帰ることになり、また A ちゃんだけが N 君の家にいることに。N 君は A ちゃんを気遣って、A ちゃんの好きなラーメンを買ってきたり、お酒を買ってきたりと、一人でも大丈夫なように奮闘したそうです。 N 君が夜遅く帰宅すると、いつものように A ちゃんは寝ていたり、H が友達連れてきて A ちゃんも一緒にいたり、そんな生活が一週間経って、また週末がやってきました。H は、そういえば A ちゃんはまだいるのかな 今週も合コンあんのかなとか思って N くん家に行ったらしいです。N くんは留守。A ちゃんはその場にはいなくて荷物もなかったため。ああ、A ちゃん、うち帰ったんだ。と思いながら N くんが帰ってくんのを待っていたそうな。するとまた、 肝試しに一緒に行った友人たちが N 君のところにやってきて主のいない宴会を勝手にいつものごとく始めていたそうですところが N 君が待てど暮らせど帰ってこないバイト中のためか携帯もつながりませんそして 誰からともなく、肝試しの話になり、またしばらくの間、時間をおしゃべりで潰していたところ、N 君が帰宅。N 君は帰ってくるやいないや、あれ、A ちゃんいないんだ。と言ったそうです。 俺たちが来た時にはもういなかったよというとあれ俺バイト行く前まで一緒にいたんだけどなちょっとの外出にしてはあの大荷物がきれいにありませんメールも入ってないし置き手紙もないどうやら 様子が変です。心配になって合コンに誘ってきた同級生の女の子に、ええちゃんって家に帰ったのと聞いてみました。そしたらその女の子は、はええちゃんって誰よって言う。 いやいや合コンにいた A ちゃんだよオレンジについてきた子いるじゃん大きな荷物持って N 君は必死ですそして N 君は電話を H に渡し H も必死に説明しましたその時 N 君がキッチンからみんなの方に向かってこう言ったんです おいおい、あの子、この一週間何も食ってねえぞ。外食ばっかの N 君は今まで気づきませんでしたが、N 君が A ちゃんに買ってきた食料はすべてそのまま。ジュースの缶すら開いていません。ゴミすらないんです。 一度静まり返ります。そして、誰からともなく、こんな声が上がりました。そういえば俺、あの子がトイレに立つとこ、見てねえよ。そういえばあの子、全然酒飲めなかったよな。っていうか飲んでるとこ見てねえぞ。やめろよ。 そんな人間いるわけねえだろ。俺らが酔ってて気づかなかっただけだって。<laughs> H は必死にまだ A ちゃんのことを説明していましたが、その同級生はそんな友達いないし、そんな大きな荷物持った子なんて見かけてもない。と言い張るんだそうです。 気持ちが悪くなって一旦電話を切り A ちゃんに電話をかけてみたそうですするとお客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません一度焦りましたメールしても送れない何回誰の電話からかけても つながらないのです昨日までつながっていた A ちゃんの電話がその時 H は思い出してしまいました「おい N お前引き出しの中見たかはあんだよ見てねえよ。 何言ってんだお前こんな時に。俺ら、お前のことを脅かそうと思って合コン行く前にお前の机に入れたんだよ。肺病院で撮ってきたレンドゲンの写真。何も見てねえよ。っていうか、君悪いもん持っていくんじゃねえよ。これだよこれ。 H が引き出しを開けたところにはレントゲン写真はもうありませんでした部屋のどこを探しても見当たりませんレントゲン写真は A ちゃんと共に消えてしまったのですそして H はまた思い出した A ちゃんの名前がレントゲン写真の右下に書いてあった患者さんの名前と一緒だったっていうことに男の子全員に「A ちゃんは見えていたし話もしたのに合コンに来ていた女の子たちは口をそろえてそんな子は初めからいなかった」と言い張るらしいんです レントゲン写真の名前の横には87歳と表記されていたそうです一週間一緒に過ごした同姓同名の女がレントゲンと共に消える自分たちと同年代に化けて怖がらせないようにしてくれたのだろうと H らは話していた。その後、肺病院に行き全員で「ごめんなさい」を言いに行ったそうです。